テゲテゲテンテゲテゲテンテゲテゲテテテンテゲテゲテンテゲテゲテンテゲテゲテテテンコイムということで、どうも皆さんお疲れ様でございます。コイムです。ちょっとね、今日は飯動画ですね。今日買ってきました。ロッテリアでね、絶品チーズバーガーを買ってきましたね。それとプルスポテヘイト、ジャンクフードですよ今日。いいですか皆さん、ジャンクなフードのことをジャンクフードと世間では呼んでおりますね。早速食べていきたいと思います。その前にちょっと飲みます。ビールからのノンアルコールです、ね、カロリーゼロですから、カロリーゼロとハイカロリーで結局普通みたいなことにはなりません。ハイカロリーです。プシュ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 、乾杯。私のね、一番のおすすめのノンアルコールはアサヒです。それでは早速ハンバーガーの、絶品チーズバーガーです。いただきます。もううまい。いつもね、なんかこういう感じでやってるんで、こう肘ついてちょっとお行儀悪いですけど申し訳ないですけど、これね、画角にねきちっと自分がこう全部収まるにこうするしかないんですけど、かといってあんまりこうするとね、なんていうの、テーブルが映しにくいんですよね。だからこう持ちます、今日は、持ってこうすればほらお行儀でしょ。うまっ。あとうまいね、この絶品シリーズ、絶品ベーコンもあったんですけれども、普通の絶品チーズにしました。ちょっとね、時間が経ったので、しなしなになっちゃいましたけどね。うまい。皆さん、ポテイトはこのマクドナルドとかこのロッテリアみたいな細いのと、ケンタッキーとか出るこのなんかこう皮付きみたいなボコッとしたやつ、どっちが好きですか？私はこっちです。こういうスタイルでいきます。今日はね、特に話すことがないんです。卵かけご飯の動画の時に言いましたけど、こういうね、こってりしたものが続いた後の、卵かけご飯の時じゃない、あれだ、おかかたくあん、そう、おかかたくあんと麦飯の回ね、で言いましたけどね、こういうのが続いた後の、そういう日本食っていう和食美味しいって言いましたけど、
こうヘルシーなものが続いた後の和食が続いた後のこういうやつも地球で1番2番を争うぐらいうまいです。うまっ。うまっ。このな絶品チーズの絶品っていうのに偽りはないね。ちょっとこの後、名盤動画を撮ろうと思います。2本目の、お楽しみに。ダメだね、これなんか今日はちょっと、なんか今日はちょっとこれが煩わしいね。撮ろうか、取ってこれ被ればいいんじゃない。入らない。ほら、サイズがね、破れちゃう。Yeah.